米メディアスポーツビジネスジャーナルは15日、日本時間16日、ホームランダービーは2014年以降最低の視聴者数となったと題した記事を寄稿した。同紙は視聴者数低下の要因の一つに、ドジャース、大谷翔平投手らスター不在があった可能性を指摘している。今年のホーーームランダービーは 東部標準時午後8時20分から10時59分までの間に ESPN と ESPN2 で合計545万人が視聴した同紙によるとブルージェイズのフラディニール・ゲレーロジュニア内野手が優勝した昨年の611万人から11%減少しているというさらに1時間の雨天遅延に見舞われた2014年以来の低さでもあったとのこと なぜ視聴者数が減少したのか、スポーツビジネスジャーナルはいくつかの要因を挙げた。主因としては、ウィスコンシン州ニルウォーキーで開催された共和党全国大会と初めて重なったことにあるのではと指摘。主要3チャンネルで放送され、860万人の視聴者を集めた。また、同志は、今年はショウヘイ・オタブライス・ハーパー、アーロン・ジャッジ、 不安外などの著名な選手が HR ダービーに参加していなかったとも付け加えた実際大谷らスーパースター不在がどれだけ影響を与えたかは不明ながらも2021年に当時エンゼルスの大谷が参加したホームランダービーは過去5年間で最多の712万5000人の視聴者数を集めたとのこと大谷はホームランダービー参加のオファーがあったことを明かしつつもリハビリがあるので ボリュームも多いですしとししとて辞退した当日は出場した同僚の手をスカーヘルナンデス外野手を応援タイムアウト中に送った「助言」「もあってか」「t」「ヘルナンデス」は見事優勝を飾った